松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。お知らせが届いてるよ。体重はバッチリだね。はい、何です？ねえねえ。はい、何です？お、いいじゃないの。お、嬉しいか？よしよし。元気だね。嬉しいか？はい、何です？いい感じだね。体重はバッチリだね。お、いいじゃないの。まあまあかな。はい、何です？そういえばさ、元気だね。お、嬉しいか？よしよし。ねえねえ。はい、何です？まあまあかな。はい、何です？
今週はレースがあるよ。はい、何です？元気だね。体重はバッチリだね。はい、何です？なんとかここで勝ってほしいね。ただいまより投票受付を開始します。三歳牝馬三冠、最後の舞台となります秋華賞。さあ、果たして三冠馬なるのかどうか。スタートを切りました。12頭、この大歓声がくせ者であります。落ち着いていけるかどうか。さあ、先行するのは何か。先頭に立ったのは11番タタノアラベスク。内を通ってスルスルとポイントフラッグが上がっていきました。それからフローラルグリーン、第1コーナーに向かいます。12頭ちょっと離されまして、テイエムオーシャン、ダイワルージュ、そのうちに7番ドリームカムカム、1番ノブレスオブリッジ、それからサクセスストレイン、そしてその後ろから4番レディーパステル、その外からはタイムフェアレディ、ローズバド、1番後ろにムーンライトタンゴ。もう一度先頭に戻りましょう。2番フローラルグリーンがレースを引っ張るようになりました。そして2番手にポイントフラッグ、外から1頭8番テイエムオーシャン、ここにいたカタノアラベスク、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。そして5番手に12番ダイワルージュ、その後ろでやりましょうか、ドリームカムカム、1番ノブレスオブリッジ、9番サクセスストレイン、それからレディーパステル、外を通ってタイムフェアレディ、そして内からは5番ローズバド。さあ、京都競馬場は大歓声であります。カタノアラベスクは4番手といったあたり、フローラルグリーンが抜け出した、抜けた抜けた、11番カタノアラベスク、先頭は2冠馬カタノアラベスク、1馬身リードレディーパステル、懸命に追う、レディーパステルも差を詰めてきている。外を通ってレディーパステルかカタノアラベスク、先頭内か外か、最後はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。2着11番、3着5番、
以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。作物ができてるね。農園に行きますか。いい感じだね。いい感じだね。はい、何です？